新党の連合代表は東京都内で記者団に対し、山本農林水産大臣の一連の発言を受けて、山本大臣に対する不信任決議案の提出も検討しているとする一方、まずは大臣自身が、事態の重さを受け止めて行動を取ると思っている、と述べ、自発的な辞任を求めました。TPP 環太平洋パートナーシップ協定の国会承認を求める議案と関連法案の衆議院での審議をめぐって、自民、公明両党は、山本農林水産大臣の一連の発言を受けて、2日の特別委員会での採決を見送る一方、4日、特別委員会で採決を行うことを委員長の職権で決めました。これについて、民進党の連合代表は記者団に対し、非常に残念で、相当、数のおごりがあるとしか思えない。私たちも真摯、な対応をし、採決まで合意していたものを与党自身が取りやめておきながら、職権で委員会の開催を決めたのは信頼関係が損なわれる行動だ、と述べ、与党側の対応を批判しました。また蓮舫氏は、記者団が山本大臣に対する不信任決議案を提出するかどうか質問したのに対し、視野には入っている。しかし、まずは大臣自身が今回の事態の重さを受け止めて行動を取ると思っている、と述べ、山本大臣の自発的な辞任を求めました。